毎度ネギ前です。今日はゆったり開封していこうのコーナーです。新企画、つい最近まで大阪の方にちょこっと帰ってたんですけど、東京でどうなんやろ、どうなんやろ、花粉のレベル、なんか鼻とかくしゃみとかそういうのに支障を与えてくるのは東京の方が花粉強いかなと思うんですけど、肌荒れするのがめっちゃもう圧倒的に大阪だったんですよ。で今ね帰ってきて数日ちょっとはマシになったんですけど、大阪帰ってる間本当に肌荒れがひどくて、化粧ができないレベル、めっちゃベッタベタに保湿して化粧してももうすぐここら辺とかがね、なんか粉吹きとかしたりとか、乾燥プラス花粉の肌に花粉がくっついて荒れに荒れるっていう。だから今日も一切もう化粧してなくて申し訳ないんですけど、もう買っちゃいました。これを、これシャープさんの加湿空気清浄機ホワイト系っていうやつ、黒とかもあったんですけど、なんか加湿器は白の方がスッキリするかなと思って白色にしました。空気清浄機を初めて買いました。で空気清浄機だけじゃなくて、なんか加湿とかの機能もあるみたいです。あとアマゾンでなんか調べてたら、これがベストセラーとかでなってて、型はね古いんですよ。実際にお店に行って大きさとか値段も見たいと思って行ったら、3万から4万ぐらいのやつになってたんですよ、この新しいのが。でこれは確か2016年かなんかのモデルだったから、ちょっと安くなってるのかな。保証とかも千何百円とかだったので、ちょっと不安だったからもうつけようと思ってつけて、合計でも1万8000いくらとかそういう感じだったと思います。2万円はしなかったです。なのでこれを今日は開けていくだけの動画です。だからちょっとアマゾンとかでこれを調べてたって方が、今奇跡的にいたら奇跡、ただ買ったよっていう報告です。私ほんまは家電で一番買わなあかんの炊飯器なんですけど、もう炊飯器買う以上に肌荒れが本当にひどくて、動画が撮れねえと思って、めっちゃやばかったんですよ。なんかコンシーラー使っても隠しきれないほどの肌荒れで、今はちょっとねマシになった。特にこの顎とかで、普段おでことかも私全然ファンデーションとか塗らないから、おでことかにはニキビとかそういう吹き出物はできにくいなって思ってたんですけど、今回はもうおでこにもうなんか荒れちゃってやばいと思って、家にほんま段ボールばっかりになってく。これが使い方、あれこれオンじゃない、あ違う、お試し品、お試し品、あこれがフィルターか、なるほどね。ホコリとかペット抜け、タバコのヤニ、まあ、タバコは吸わないし、ペットは実家でしか飼ってないんで、ホコリから防いでもらいましょう。交換の目安約1ヶ月、お試しでこのフィルターが3枚入ってます。だいたい3ヶ月分。ちなみに私が買った型はシャープの加湿空気清浄機 KCG の50、 こちらです。今日まだちょっとこれを設置していくっていうだけなので、良かったとか合わなかったっていうのはちょっとレビューできないけど、一旦ねちょっと使っていきましょう。また気に入ったら月末のお気に入りとかで紹介すると思います。フィルターをポリ袋から取り出してください。あこれね、なるほど、ちょっと一旦剥がしましょう。なんかさっきまで銀魂アニメ見てたから思い出し笑いしそうでやばい。これか、あこれを袋から出す。あめっちゃ袋に入ってます。これとこれだけかな、うん。これパネル、あこれは一番最後に貼るやつか、お試し用は。じゃあこれをそのままフィルターを正しい順番に。これが囚人フィルター、囚人、これはどっから開ければいいのか、なんかこれはシャッシャカいうなんか入ってます。これが脱臭フィルターみたいです。これは裏表なし。なんか家電がめっちゃ好き。あ違う、んえもう分からへん。後ろパネルに取り付けてください。でもこれも一旦取り付けましょう、せっかくお試し用入ってたんで。これをやるやらないで花粉のレベルがちょっとでもね軽減されるならいいよね。これを直に、あどういうこと。なんか加湿器昔ちっちゃいなんかペットボトルとかでできるようなこんなコンパクトなやつあったりとか、あとは家族が
アロマのやつを持ってたんですけど、私アロマとかはすごい苦手だから普通に水でやりたいんですよ。でいろいろ探してたけど結局買わずじまいだったから、先に炊飯器買わないとって思ってたから、これを貼って、ちょっと下すぎるとか、あ、いけるか、これで OK。 なるほどね。じゃあ進んでいくよ。あ、タンク加湿、やっと前の部分こんな感じです。すごいシンプル。ちょっとアップにしてみよう。ここにね、こんな感じでボタンになってて、風量とかちゃんと調節できて、加湿機能と見張りっていうのと、チャイルドロックと自動の、あ、暗いとか、これです。電気を消すと静かになってくれたりとか、そういう感じの機能がついてるみたいです。で、加湿をするときはここにタンクに水道水を入れてください。これタンク、どうやって入れるんだろう。あ、なるほどね。これ裏返して、ここにタンクキャップを外して、ここに水道水を入れる。すごい加湿器っぽくなってきた。で、これ蓋を閉めて、しっかり水漏れがないことを確認。待って、これもし水漏れしたらもうここカーペットアウトやろ。ほっ、いけるかな。あ、いけました。で、これをセットして、すごい簡単、カチッていくね。水が下に降りました。あ、もうあとはこれ電源さして運転ってやるだけや。ちょっと移動させよう。今ね、とりあえずこの後ろは3センチだけでいいんですけど、この横がとりあえず今ここちょっと動画撮りやすいなと思ってスペースあったから置いただけで、これ後でちょっと移動させます。横がね、なんかスペースいるみたい。この下の方にはなんか横にならこうやってスライドできるようにローラーみたいなのがついてるっぽいです。で、今から運転の仕方はこれをルーターを手動で開けて、お任せまたは運転をピ、運転にしよう。あ、着いた。ちょっとうるさいか。で、お任せボタンでこの部屋に合った湿度とか風量にコントロールしてくれるみたいです。これ今加湿されてて、加湿消すと結構静かになった。何これ、静音って読むんかな、静かな音。これにやると全然音してない。ここちょっとやると風が来てるなってぐらいです。こんな感じで風が来てます。でもね、強すぎないから本当に静か、中ぐらい。静かな音から中間が結構ね、差が激しいです。今日は、あ、中と今日はだいぶ。で、自動はこれ部屋に合わせてくれて、花粉モード、やっぱ加湿モードやってるとちょっと音がするっぽい。なるほど。じゃあこれあとはもうちょっと説明書を見ながら自分の部屋に合ったやつをしていこうと思います。とりあえず一旦この静かなやつつけておきましょう。はい、というわけで皆さん、今日はいつもと違った感じのオタクじゃない開封動画でした。私全然家電とか詳しくなくて、家電初心者にも程があるぐらいの初心者なので、これから勉強していこうと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイドー。